種別、行き先表示器、名鉄5000系電車は、2008年に登場した、名古屋鉄道の通勤系電車。特急列車の運行体系見直しにより、2000系、ミュースカイで運転される、中部国際空港アクセス特急以外の列車はすべて、一般車を連結した一部特別車編成に変更されることとなった。これにより、 余剰廃車となる1000系の全車特別車編成から主要機器を流用し新規に製造された車体と組み合わせて誕生したのが本系列である。名鉄では1955年から1986年まで初代5000系が在籍していることから新5000系と称されることもある。なお、名鉄において機器流用車が製造されるのは1993年に 落成した1030系二次車、以来、15年ぶりのことである。3300系、3150系と同一で、先頭車前面のみを普通構成とした、日車式ブロック後方による19メートル級片側、3、扉ステンレス車体である。1000系の運転台機器を流用した関係で、先頭車前面は、非貫通構造とされているが、 将来の非常用貫通扉設置改造が可能な設計とされている。車体側面の帯色は 3300K、3150K と共通で、側層下に赤帯を一本配する。先頭車前面は 3300K、3150K とは、ブレーキ方式が異なり並結が不可能であることから、識別のため 3300K。 3 1 5 0系で用いられているダークグレーのライトベゼルとガーニッシュをやめ、全面創価の赤帯もピンストライプから太めの小持ちラインに変更されている。前面及び側面の種別、行き先表示器は 3300K、3 1 5 0系ではオーロラビジョン R ステイを採用していたが、本系列では名鉄発のフルカラー LED 式に変更された。 客室のカラースキームは、ライトグレーを基調とする。座席は2007年に落成した3150系二次車と、同様にすべてロングシートで、一人当たりの掛け幅は 470mm、座面高さは 430mm である。座席モケットの色は、ブルー系を基調とする。構造は、型持ち式が基本であるが、各車両の車端部一箇所は、 機器偽装スペースを確保する観点から、客台付きとしている。客用ドア間の座席部には一部を、ライトブルーに着色した、スタンションポールを2箇所に配する。座席部の吊り革の位置は床面から 1630mm で、ある。優先席は、各車両10席に拡大された。座席モーケットは、赤系で、加えて、吊り革とスタンションポールを、 オレンジ色とすることで一般座席との区別を明確にしている。車椅子スペースは両先当車の運転席後部に設置されている。3300系、3150系では折りたたみ式の補助座席が設置されていたが、本系列では手すりと車椅子固定用のベルトを設置したため荷物棚を含めて設置されなかった。また、 バリアフリー対策として3300系などと同じドアチャイムを装備している。なお、優先席や車椅子スペースの形態は、車体のフルカラー LED 式種別、行き先表示器とともに、本系列以降の心臓車両にもフィードバックされて、標準仕様となった。床は二次車まで、ブルーグレー系の濃淡の二色塗りであったが、2009年度製造分の三次車は、 前年の二次車投入後に落成した2 3 0 0系や瀬戸線用4 0 0 0系と同一でバリアフリー対策として淡いブルーグレー系の単色にドア付近を着色という仕様に変更されている。また、電動車には講述するようにメンテナンス用のトラップドアが設置されている。車内案内表示器は LED 二段表示式で各車両の客用。 ドア上部3カ所に千鳥配置している。中間車両には、多形式同様、車掌が、車内巡回中のドア扱い時に使用する、ドアスイッチが装備されている。運転台は1000系の機器を流用したため、主管制御機とブレーキ弁を配した2ハンドル式である。計器パネル部には、タッチパネル式のモニタ装置も設置されている。ただし従来の3300系などとは、 表示様式が異なっている。主回路システムは線形から流用した東芝製 GTO 会自直波制御である。電動機も流用品の直流副管電動機を装備するためブラシの保守点検が必要であることから電動車の客室内床面には主電動機点検台が設置されている。2010年時点では日車式ブロック後方車体で 唯一の直流電動機搭載車である。ブレーキシステムは 3300K、3150K の電気指令式とは異なり、1 0 0 0から流用した改正ブレーキ併用電磁直通ブレーキである。車体重量の変化に対応してブレーキ力を調整する大荷重装置は乗車定員が増加したことから改造された。 主管制御機も1000系の直列並列指定式を流用したもので、設計上は1380系、1800系、1850系、5700系、5300系との相互連結を考慮したものとなっている。電動空気圧縮機についても流用品の C-1000 系交流電動機駆動タイプを装備する。 種社の線形前車特別車編成ではも1150型にトイレの汚物処理タンクを設置する関係で両先頭車に偽装されていたが本系列にトイレは設置されていないため他の4行固定編成の系列と同様に豊橋型制御車区5000型と岐阜放電動車も5150型への偽装に変更された補助電源装置は 直流 330V を給電する DC、DC コンバータを空5000型、モ五千1五5 0型に搭載する。2007年度製造分の一時車は、全編成ともボルスタ付き台車 FS539、FS039 を装備している。乗車定員が増加したことから、ブレーキ力を高めるため、台車のブレーキシリンダーを大型化、ブレーキテコ比が変更された。 制御車に装備する付随台車では、ブレーキ配管を2系統に分割することで、各軸制御に変更し、滑走防止装置が設置された。2008年度製造分の二次車からは、ボルスタレス台車装備の編成も落成しているが、ユニットブレーキ式であり、所定のブレーキ力が確保可能なことから、前述の変更はされていない。 空気笛は線形からのデュアルトーンの空気式ホーを流用し、3150.3300系へ、同様の電子ホーンを新設した。冷房装置は線形流用品のインバータ制御、集約分散式を各社に2機搭載する。定員の増加に対しては、周波数の変更で1機あたりの能力を17000キロカロリー H に強化しており、 形式もプーマイナス4414ビーなっている。能力強化に伴い、主車の線形に合った熱交換器は取り付けられていない。パンタグラフも線形有用品の筆型を搭載する。2014年度時点の車両番号を基本として記載する。2017年4月1日現在、14編成56両が在籍している。 合計14本が落成したが、上表の通り、5000系の車両番号の順序は、落成日及び主社の車両番号の順序とはそれぞれ、一致していない。また、危機器流用の種車となる1000系は、製造年次により、台車や一部の機器が異なるため、これを整理するため、同系列のうち4.5字車を種車とする車両を5,010回から5,014回と、した。 4両編成2本による8両編成での運転特急運用一時車は2008年2月から3月にかけて4本が落成。3月23日より順次営業運転を開始し、7000系、5700系6両固定編成の運用の一部を置き換えた。二時車は2008年5月に4本が落成し、同年6月のダイヤ改正より、 本格的に運行を開始。これに伴い7 0 0 0系6両編成は定期運用を終えた。三次社は2009年5月に2本が落成し、同年6月より営業運転を開始した。残りの4本も同年9月までに落成し、製造予定の14編成が出揃った。三次社落成に伴い、従来、主に、 三河線で運用されていた7 7 0 0系と7 1 0 0系は2009年10月の運用変更から翌2010年2月までに順次運用を離脱し全車廃車となった。2009年10月3日改正時点では以下の路線で定期運行されている。一時車の営業運転開始から2008年12月改正まではそれまでの7 0 0 0系へ。 または5700系6両編成による運用を置き換える形で、豊橋駅や豊川線にもいたち、数回定期運用で入線していた。三河線のさなげ地流館では一部編成が、さなげ県尺に疎開入り打置された際に、毎週1回1往復の営業運転を行った、ほか、豊田おいでん祭りの臨時列車に運用されたことがある。また、 五千十三回は営業開始間もない頃、ダイソーで、微細線の津島駅名鉄一宮駅間で、営業運転を実施したことがある。営業運転では、原則五千系同士で連結するが、回送列車としては千八百系と連結して走る場面も見られる。かつては、回送列車として五千三百系、五千七百系や千三百八十系、 1850系とも連結していた。2008年12月改正時点では、基本的に営業列車では連結運転は行われて、おらず、終日4両編成で運用されていたが、2011年3月改正より、平日、朝またいに8両での定期の営業運転も行われるようになったほか、2008年12月改正以降、 消滅していた定期の快速急行での運行が復活した。なお、これまでに数回、1800系と連結した6両編成での営業運転が実施されている。定期の特急運用は持っていないが、本系列は時速 120km 対応であるため、ダイヤ乱れの際には運用につけるようにしている。2011年4月13日に、 所定では5 7 0 0系の運用を代走して、初めて特急運用を行った。ワンマン運転を行う実行線運用。ありがとうございます。